皆さんどうもこんにちは、ノエノンです。ちょっとあやなんちゃんの真似してみました。今回本題は、私たまごっちいつもこのそうめんのつゆ入れるやつ、ビーチバンガードで買ったそうめんがこうぐる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 なるやつ、あれについてたあのカップ、そうめんのつゆのカップなんですけど、このカップの中にこういつも入れてるわけですよ。でもちょっと無地すぎるの、わかる、無地すぎるの。なんで昔ですね、原宿に行った時にこんなのもらいました。ただなんかシール、たまごっちのシールもらって、口パッチがいて、で口パッチからなんかあの無料券もらったんですよ。無料くじ券だよって言って渡されたんですよ。でやったら、ただこれはね普通の日に使うかな、学校ねカラーゴム禁止なんで、これをじゃあ今日デコって貼ってきてと思います。持ってる子めっちゃ好きなんだけど、もう可愛いね。ちょっとこれもうシール見てたらさ、めっちゃもうなんかめっちゃなんかすごく話したいこといっぱいあるよね。これはなんか中心にあるから、これ中心に貼っておきましょう。どうする、この後ちょっとそうめんのつゆのやつ欲しいんだけどって言って、ここでデコったらはいって言って渡すんだよ。ラブリン大好きなんだよね、かわいい。ラブラブハートのラブリーステップ、ラブ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 リーでどう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 、こんな感じです。いいね、めっちゃかわいい。見て見て、上が目玉になってる、キャリーちゃんっぽい。原宿だからね。出た、キャンディーあげる子。あ、いいね、東京。東京2個あるから東京2個買おう。東京サウッタをこうあげたんだんだんだら。私下のなんか伴奏を歌うの好きなんですよね。なんだっけこの子、メロディッチか、メロディッチも好きだな。あ、こっちか、貼れないわ。あ、一周しちゃったじゃん。ラブラブハートのラブして、ちょっと待って、剥がせる、剥がしたらなんか嫌だからやめよう。結構持ってるね、すごい。なにこのコップ、ちょっとここで寂しくない、ここめっちゃめっちゃぎっしりしてる。ちょっとなんか違ったね、まあいいよね。めっちゃ人いんな、ちょっと違ったな。あー綺麗に外れた、よっしゃ。あ、結構綺麗に剥がせた、よかった。ちたまごちたまごたまごたまごちびっちりばっちりびりばっちレディゴーはしゃごーたまごおちん。え、めっちゃいいじゃんこれ、部屋置いてあったらかわいい、結構かわいいです。なんか部屋こんな感じで置いてあって、でたまごちがこうやって入ってる。あ、いいね、正解だこれは。無料でね、しかもシールもついてきちゃってるからね。皆さんもね、たまごちショップ行ったり、たまごっぶんな、ちょっと待って、トイレみたいですね。それではまた明日の番組でお会いしましょう。あ、今日お誕生日の方おめでとうございます。それではまた明日の番組でお会いしましょう。バイバイ。